るポケモンを絵に描いて、いそうなやつを予想してみましょう。山口大学の形を破してと。ひろきと。今回ですね、今現在、ポケットモンスター、ソードシールドのアニメが放送されています。そうですね。で、今から君たちに考えていただきたいのはですね、次に出るポケモン。なるほど。どんなやつが出るかってことを絵に描いてほしいんです。ちょっと考えるのも大変かな。それで、こいついそうだなって方に、指名というか、当てます。よし。で、ポイントですね。じゃあ、そうちゃんっていう場合は、もう、一人50ポイント。あげます。優勝者はなんと次の企画から司会をやってもらいます。それはいいんじゃないですか。企画はそうの場合だともうね、仮面心配しなくていいからってことで頑張っていきましょう。はい、行きましょう。レッツスタート。山口親子の仲間たち。はい、では予想のポケモンを1体目から書いてください。もう1体目っていうかね、でしかもちゃんと名前まで書いてくださいね。存在っていうか存在しそうなポケモン、はい、お願いします。ちゃんと○○○○ポケモンまで書いてくださいね。火か草か水タイプかエスパーかフェアリーか。格闘もいいんじゃない。格闘でもいい。ノーマルも OK。 お、そちらが来てるだ。ピッコロは A は。ピッコロじゃねえよ。じゃあいいでしょうか、はい、ではじゃあ一人ずついきましょう。まずはひろきさん。あ、俺、お願いします。はい、トゲマン、ノーマルタイプ、トゲトゲしたポケモン、性格は暴れん坊で荒い、潰れると怒り出す、相手に攻撃仕掛けるときは容赦なく攻撃する、とても危ないポケモンである。おー、確かに存在しそうなんで、もなんかちょっとそう、多少さ人手間に似てない、少しちょっと人手間っぽいけど、でも、うん、周りはトゲトゲしてるからね。まあでもあるかもしれない。うん、じゃあ次そうちゃん。はい、お願いします。ファイシ君。ファイシ君、うん、炎のノーマルポケモン、石つぶての進化系で、あ、三番地方に住んでいる。進化系で攻めていくか。怒ると凶暴になって、頭の星から元気のかけらを投げていく、うん、おー、いいっすね。進化系で攻めてきたか。これの一つ目はですね、迷うな。二人に50-50でもいいのこれって。ああ、いいんじゃない、別に。じゃあひろきと、そう、50点。ああ、50点か。これはでもどっちもいそう、正直言って。進化系で攻めてくるのはありだね。うん、だってそうの場合もそれありそうだからね。次2回目。はい、次の作品の御三家を予想して絵を描いてください。御三家、次に出る御三家は何っていう。だからもう要するに御三家って言ったらさ、草、火、水タイプ、おなじみのね。ジガ、ジガ、いいっすか。はい、次そうちゃんから言いましょう。お願いします。僕が考えたやつはハッパワンというポケモンで、草タイプのポケモンで、特徴は耳に、うん、まあ草といったら葉っぱとか思いつくんで、葉っぱのイヤリングをつけていることと、人に懐きやすいということが特徴。お、それ1体目？え、3体？ 3 体かけてたけど。うわぁ、正解だ、待って。まあでも最悪、もう時間なかったら名前だけでもいいよ、もう。名前だけでもいいや。名前で。名前。じゃあ、ひろき。じゃあ行きまーす。はい、キャットピーチ、エスパータイプ、美しいポケモン、うん、性格がおとなしくて、相手に癒しをして攻撃力を下げする、攻撃力を下げるポケモンである。技の時に能力で相手の動きを止め
る能力を持ち、その間にビームで攻撃するのである。おお、それ何、御三家の最終進化系の話。ちょっとそれっぽいなと思って、なんかこういう動きでね、こういう動きで止めてくる。ああ、あるかもしれない。まあでも二人とも御三家の絵ではないんですけどもね、まあいそうだったんで、企画はちょっと違うんですけども、ひろきの方で、はい、50点あげます。次、第3問目、次の作品の伝説のポケモンを見たい、絵を描いてください。名前両方、うん、2つですよ今度は。ちゃんと2つ描いてくださいね。ああ、伝説の磯のポケモン、そう、次回作で出るそうな予想っていうか、まあ。いいですか、ひろきから。はい、まーす。願いします。バードバードフェニックス、炎ポケモン、炎で相手がビームとか物で来たものを全て消すポケモンである。素早さがとても速くて、姿を消したり鳥のように飛び、ハヤブサの速さ的に速い。炎攻撃で相手を燃えさせるのである。あ、鳥のようにね、炎でね、まあ、ビューンってね、もう素早くてね。ひろきさん、名前取りだけでよかったです。あ、そうか、説明はよかったよ。あ、説明、じゃあ次、そうちゃん、はい、お願いします。まず1匹目からね。おう、1匹目はエイホー。エイホーはエスパータイプのポケモンで、うん、同じ電気タイプのライホーと、あと装備が電気の剣を使うことによって合体可能、という強くなる。で、ライホーは電気タイプポケモンで、エスパータイプのエイホーと装備で、うん、エスパーの剣を使うことによって合体して強くなるという効果が あるかもね、それもしかしたら。次回、もうこれはそう、そうちゃんですね、これは。すごいすごい。もう一体広くかけてれば多分迷ったかもしれないけど、俺考えるかね。第4問、ピカチュウの進化系ライチュウの上のポケモン、ありそうなのを書いて。これオリジナルで。まずピカチュウ、ライチュウの絵が描けるかな。え、名前とか書けない、書けた方がいいよね、名前は。名前もそうだね。説明とかどうするの、説明は。説明はいいよ、名前だけでいいの。うん、やべえ、めっちゃ怖くなってきた。怖えになった俺。やべえ、マジでこれ怒られるわ。やっちまったな、やったな、これ。さあ、お考えください。どこ見てるんですか。え、あそこのカレンダー見てるよ。あれ思い出した、映画の。だからどこを見てるんです。別に いいですか。めっちゃやらかしたな俺。じゃあまずはそうちゃん、お願いします。まあ俺の想像の中ではかっこよく見えたんだけど、うん、絵が下手くそだから、ピカライチュウ、ピカチュウのピカを取って、ライチュウのライチュウを取って、ピカライチュウと、まあいいや、これで OK。 ピカライチュウね、あるかもしれない。次、イルロッケ。あのね、マジでこれやらかしたわ、やったわ、マジで。ん、いきますよ、はい、ウルトライチュウで、もう絵がやばい、もうやったわこれ。そうだな、やったな、これそうちゃんだな、ちょっとこれはそうちゃんだわ、完全に。やったな俺。最終問題、次出そうな草タイプ。草タイプ、追加で何地方、
地方名も考えてください。お願いします。今確かガラル地方だった気がじゃない、ガラル地方じゃないですか、その次の地方予想してください。まあ、もちろん草タイプのね、次出るポケモン一体でいいです。一つだけ考えていただければ。説明文、名前とね、そして何が地方、名前と、名前と地方だけで、うん、名前と絵と地方。絵はちなみに草タイプのポケモンの絵。オリジナルで考えたやつでもいい。そうです、オリジナルです、もちろんオリジナルです。変なキャラになった、やったなこれ。またいいですか。そうからお願いします。僕が考えたポケモンはライソーというポケモンです。草ポケモンで、普段はおとなしい性格だが、バトルになると本気を出す。アトラ地方に住んでいます。アトラ地方、次の予想はアトラ地方と予想してますね。はい、ヒロキ。はい、いきます。はい、草剃り虫地方で、あの草に紛れて隠れており、うん、相手が近づくとね、いきなり攻撃して、そのハサミに毒を持って相手を毒を攻撃して死ぬことが、ああ要は草と毒も入ってるポケモンですね。そうですね、まあ危険生物、ちょっとサソリっぽいなと思って、イメージ的には。で、笑いながら登場するのね、危険である。怖いな。若干いそうなんだけど、草地方って多分存在しないと思うんで。いや、虫地方だよ。虫地方か。虫地方は多分存在しないと思うんで、これはね、そうです。ああ、そうか。そう、何でしたっけ、ちなみに何地方でしたっけ。アトラ地方あるかもしれないです、それは。ああ、ありそうだね。いや、僕超やっこんな鎌田っち。終了。はい、終了しました。ということですね、5問やっていただいてお疲れ様でした。まず点数の発表からいきましょう。はい、ひろきち兄さんことひろきの点数100点、うんうんうん、対するそうちゃん200点。すごいね。すごいな。っていうことで勝ちはそうです。すごいね。これはポケモン王なの。ポケモン王です、うん、で勝ったそうにはですね、もう次の企画6本ぐらいまでかな、までちょっと司会をやっていただきたいと思います。でその後にちゃんと普通にメンバーとして今後も頑張っていくということでお願いいたします。ということで今日も見てくれてありがとうございました。感想をお願いします。いや、ありそうなポケモンとかいそうなポケモンとかね、考えるのがなかなか思いつかないなと思ってさ。ではそうちゃん、いざ考えるとなると名前が思いつきません。ポケモンがどうですか、この企画は。楽しかったです。でしょう。意外とポケモンのさ、次のその考えるのってさ、なんか想像したいと思ったことない、逆に。どんなの出るかなって自分で考えてみたくない。なかなかね、思いつくことが出ないからね。はい、ということで、お前ベジータとヤムチャって書くなよ。何がベジータとヤムチャだよ。ポケモンちゃうやろ。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。山口さんと、ひろきと、はい、そうくんでした。何書いてるんですか、ちなみに。何これ、何これ。ブレン、ブレン誰だよ。ということで、バイ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 、バイバイからのアディオス、乾杯、終わった。トゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 、あ、僕の名前は山口聖也。たまに動画を出している。主にネタ動画、そして歌動画。企画を考えるのがうまい名人長尾、頭の髪型特徴のひろきち兄さん、ひろき
好物カビ好きだ勉強もできるサイエリアン、こう、八百屋親子のメンバーで最年少のそうくんと、そしてうちの父親である山口の父親、 YouTube 界のトップを狙って行け、それが山口親子の仲間たち。